はい、皆さんこんにちは、ワンダルユルビジです。では今回は低速の計算スリーパープキット PC 版レイテオ機械戦シナリオの続きプレイをしていきたいと思います。前回はですね、サイパングアムを守備よくダッシュすることができましたので、今回はですね、ラバウルの救援戦を行っていきたいと思います。で、具体的な作戦なんですが、ペリリューとメナド、ここに航空隊をですね転属させて、ペリリュー、メナドからビアクを攻撃する、ニューギニアでね航空決戦を挑むというのが今回の作戦になります。で、そのためには硫黄島からメナドに航空隊を移動させます。で、トラックはですねずっと最前線、そしてこれからもしばらく最前線になりますので、航空隊はこのまま維持します。で、硫黄島からは航空隊を大規模に引き抜く。で、前線にあたるウェイキーなんですけども、ここが今かなり厳しい状態なので、このウェイキーをですね救援するためにはサイパングアムの増強、あとは艦隊の再編ですね、これが必要になってくるということから、建造する艦を増やしています。具体的にはですね、上の方から正規空母、降格、総格とありますが、これは昇格型の3番艦、4番艦になります。で、従順、軽順とあるんですけども、実はですね、新しく、駆逐艦の防空型ということで、この新しい、イージス艦って言っていいと思うんですけど、とにかくね、防空を重視した降格砲25門、機銃50門っていうね、この新しい防空型の駆逐艦を設計、建造に入っています。これで艦隊を守るということでね、艦隊の生存率を上げていきたいというふうに思っています。なので、このね、防空艦が新しくね艦隊の編成に加わってきたら、艦隊の生存率がぐっと上がってくるというふうに期待をしています。では、まずはメナドとペリリューの方に航空隊をね、増強を充実させていきたいと思います。で、艦隊の方はですね、マニラ、ダバをくれ、それぞれ、今から返していきます。では、時間を進めていきましょう。では、作戦を始めていきましょう。まずですね、ペリリューの方にはクリダ艦隊、第二艦隊ですね、すでに陸戦隊は乗り込んでいます。で、ダバオの方には第4駆逐艦隊ということで、陸戦隊をね、高速で揚陸するための艦隊です。そして、メナドなんですが、航空隊を配備。ご覧のように、意識陸航と足を長くした冷戦の52型、航続距離2100まで改造して伸ばしてあります。さらに月航、これもね、航続距離3000まで伸ばしました。アルミ、かなり使うようになってしまいますが、幸いですね、占領地を増やしたことによって、アルミは少し余裕が出てきているので、ここはね、性能重視でいきたいと思います。で、ペリリューの方なんですけども、同じく航空隊を増強。意識陸航、あとは足を長くした月航ですね、これを入れていますので、これらの航空隊を使って、まずは美薬を爆撃していきます。美薬なんですが、航空隊が92、直縁が15機上がっています。守備隊が58、要サイドが54です。で、注意しなきゃいけないのがですね、ビアクだけを見ていればいいというわけではなくて、ニューギニア一帯を見ておく必要があって、まずポートモレスビーなんですが、工作員が逮捕されてますね。500使っちゃいましょう。航空機242。さらに、ラエ。航空機153。ウエワクが航空機84と、いう構成になっています。で、ラバウルを救ってあげるには、ニューギニアはもちろんなんですが、ガダルカナルぐらいまで取っておかないと、ラバウルがね、常に危険にさらされるということになりかねませんので、攻略目標はまず第一にニューギニア、戦力に余裕があればガダルカナルまで取るというのを考えています。ここに手間取っていると、ウェイキーが危ないので、ここは攻略にかかった時間と、戦力をどれくらい使ったかっていうバランスを見て決めていきたいと思います。では、ビアク攻略戦、始めていきます。
では目などからまず第一波攻撃、続いてペリリューからも第一波攻撃ということで攻撃を仕掛けていきたいと思います。147機ですね。全機出撃。航空隊はですね、そうだな。4つに分けて出撃させていきましょう。まずは敵の飛行場を潰しにかかります。はい。敵の飛行場を1つ潰して、要サイドも削ってます。直縁機は10機撃墜。このペースで行きましょう。で、カルカッタの方ですね。敵の進行を受けてますけども、守備隊、プラスマンダレーから航空隊を飛ばして壊滅させておきます。では、ペリリューから攻撃隊飛ばします。161機。これも全機出撃ですね。航空隊は4つに分けましょう。いや、5つに分けるか。もう、ビアクの方で、敵の直縁機の数、ぐっと減らしてますからね。一気に壊滅させていきましょう。はい、両サイド削りました。ここから、守備隊を削っていきます。この状態になりましたので、艦隊も動かしてビアクに突入させていきましょう。艦隊の方がビアクの方に接近しています。これに先んじて敵の守備隊を壊滅させておきたいんですが、少しそれが追いついていないので、第二艦隊危険なんですが、一旦、ビアク沖で待機させるしかないかなと思います。このまま陸戦隊、ビアクに上陸させてもですね、すぐに上陸占領というわけにはいかなそうなので、一旦ここはですね、戻しましょう。第二艦隊。まだ、下ろしてないよね。下ろしてないので、ここで待機。すごく危険ですけどね。メナド・ペリリューからもう一回ずつ攻撃できれば、陸戦隊を下ろせるかなと思います。陸戦隊はですね、今、32、4つの戦隊に、8個の陸戦隊乗せているので、32。で、第4艦隊から、駆逐艦に、陸戦隊が8乗っているので、マックスでも40っていう状態ですね。なので、もう1回ずつ攻撃を加えたら、陸戦隊を下ろしましょう。雨が降ってしまったりとかして、攻撃の回数が減った分ですね、ビアクの陸戦隊の削りが少し遅れている状態です。なので、これを削ってから出していきましょう。これは同じですね。第4艦隊も一度ここで危険ですが待機。もう一回ずつペリリューメナドから攻撃隊を出してから上陸戦に入ります。で、すかさず上枠を攻略したいので、ビアクを取ったらですね、ビアクに航空隊を転属させて、上枠の空撃を始めていきます。まあ、夜間ですけども、ここは攻撃隊を出していきましょう。ビアクの攻撃隊、削って38まで削ってましたね。では第2艦隊、第4艦隊ですね。ビアクに上陸戦始めていきます。これ以上、ビアク沖に待機は危険と判断して、強襲上陸をかけていきます。アメリカ軍の方が圧倒的に情報技術高いので、発見される可能性が、まあ、極めて高い状況の中、敵の空撃にさらされる、しかもいろんな基地から攻撃にさらされる、この場所で待機は良くないという判断ですね。陸戦隊を下ろしました。
陸戦隊を下ろしたので、この後第二艦隊は危険な海域から離脱、ダバオまで退避します。ダバオにはまた陸戦隊を増強してあるので、ここでまた陸戦隊を乗せます。第4艦隊も攻撃しながら陸戦隊を下ろす。よし、これで攻略できそうですね。残りの守備隊3、同じく第4艦隊も危険なのでダバオに退避させます。ニューギニアが取れるとラバウルがね、安定的に支配できるようになるので、最前線のラバウルトラックが安定します。で、ウェイキーの方に支援をね、注力することができると。でですね、サイパン、グアムからクレ、東京に飛んできていた爆撃機、これはサイパン、グアムを奪取したことによっていなくなったんですけど、今度はマニラの方にね、ポートダービンから戦略爆撃機が飛んでくるようになってしまいましたね。ただね、ポートダービン、つまりオーストラリアまで行くのは、かなりしんどそうな感じがするので、当初の予定通りですね、ビアク取ったらウェバク取って、余力があればガダルカナルまで目指すというのを考えます。はい。これでビアクの攻略完了になります。そしたら早速ね、お金をもらいに軍令部の方に行きましょう。というところでですね、今回はビアク攻略戦を行ってきました。次回はですね、ウェワク、ラエ、ポートモレスビーと、ニューギニアの占領戦、攻略戦、これを進めていきたいと思います。特にラエとポートモレスビー、ここは航空隊が敵も充実しているので、ビアクの方に航空隊を移動させて、ビアクからですね、集中的に、ラエ、ポートモレスビー、ウェバク、ここに空爆を仕掛けていきたいというふうに思っています。では、今回はここまでにさせていただいて、次回またこの続きをプレイしていきたいと思います。はい。最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか？ぜひ、皆さんの感想や、あとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それと、チャンネル登録と Twitter のフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。